大阪体育大学教育学部教育学科浜上ゼミの山中由美です。出身は熊本県です。はい、私は4月から法務教官として働きます。法務教官は犯罪を犯した少年を更生させるような仕事です。私はキャリアフェスタで、実際に4月から働かれる先輩の話を聞いて法務教官という仕事を知りました。勉強は、この緑本を使って、基礎知識の勉強と、あと専門の勉強と、論文の勉強と面接の対策を行いました。私が勉強を始めたのは大学3年生の8月頃に基礎知識の勉強を始めました。そして専門科目は大学3年生の2月頃から始めて、それと同時に、面接の内容を少し確認したりとかしていました。私は一次試験の日が教育実習とかぶっていたので、最初の最後の1週間ぐらいは勉強できなかったので、そこがすごく不安な気持ちで試験に挑みました。成功した点は効率よく勉強することができたことです。公務員試験はすごく幅広く出題されるので、一つ一つに時間をかけていてはどれもまんべんなく点数が取れないと判断したので、できる問題と捨てる問題を自分で選んで対策するようにしていました。反省点はスタートの時期が少し遅かったなというのが反省点です。はい、気の合う友達ができたことと、学部が2学部しかないので、すごくキャリアセンターで手厚くしてもらえたので、すごく良かったなと思っています。まずはやりたいことを見つけるためにキャリアフェスタや学内セミナーに積極的に参加することがとても大事だと思います。夢がもしある人はキャリア支援センターや教職支援センターを積極的に頼って、うまく利用していけたら自分の夢にもつながっていけると思います。応援しています。